皆さんこんにちは、青木まりなです。今日は3分間の曲に合わせて思いっきりダンスで脂肪燃焼していきたいと思います。普段ね、自宅でただトレーニングしてるだけだとなんかつまんないなって思っている方は、ぜひこの動画を通して一緒にダンスで脂肪燃焼していきましょう。少しジャンプが入ってくる振りもあるんですけれども、どうしてもマンションとかアパートで下に響いちゃうのが怖いからジャンプできないよっていう方はジャンプなしでも大丈夫です。しっかりと体全体を大きく動かして汗をかきながら運動していきましょう。はい、まず最初は足を肩幅よりも少し広めに開いてスクワットから入っていきます。腕をしっかり曲げて伸ばしやっていきましょう。せーの、アップ。しっかりお腹へこませて体を大きく動かしていきます。それではスピードアップします。ダウン、アップ、ダウン、アップ。逆にステップ、反対。はい、ではこの場で膝をドドン。しっかり腕も大きく動かしていきましょう。ゆっくり体幹クラッチしていきます。上でクラッ。はい、もう一度スクワットに戻りましょう。吸って、吐き、首もしっかりしていきます。はい、では、早く、ダウン、アップ。しっかり一発ずつ、反対。その場で、膝上げ、せーの。ここまで体を右、左、交互に動かしていきます。ダウン、アップ、ダウン、アップ。腕も一緒にパンチ、パンチ。はい、では腕を上げて、ダウン、アップ、ダウン、アップ。しっかり腕も伸ばしきりましょう。この曲は3分と20秒の曲なんですけれども、本気でやればたったの3分でも結構汗かきますし、体温まってきますよね。私は息も少し上がっています。でもこれは別にダンスのレッスンの振りとかではなくて、むしろピラダンスというフィットネスの一つのダンサレーションなので、完璧に踊る必要はないです。むしろ常にこうお腹へこませてやるとか、辛くなってきた時こそ呼吸をもう一度意識して行うっていうことに注意しながらやっていくことによって、とってもいい有酸素運動になっていくと思います。ぜひ繰り返し行ってみてください。もしジャンプできないよっていう方でも、この膝上げる部分とかですね、ジャンプしないでただしっかりと膝を高い位置まで上げてやるとか、サイドクロスステップしてもジャンプはしなくても上で手クラップするっていうのを意識しながらやっていくだけでも、だいぶ体いい運動になっていくと思います。ダンスレーション面白いなと思った方、もっとこういう動画出してほしいよと思った方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。